こんにちは、有心の峰岸です。この時期だからこそ、家族一緒に近くの公園や庭やベランダ、身近な自然の中でゆったりと過ごしましょう。実際に興味を持ったものに集中し始めたら、どう関わればいいでしょうか。森の中に入っていくときに、パパとママにしていただくのは、今みたいにいっぱい触ってみるっていうことをしてもらうことが一つ。それからパパとママが誘導をして、ほーらこっちだよって言わなくていいです。お子さんたちが自分たちでそれを見て、キュッキュッてさやるのを待っててください。へえ、こっち。おお、あ、柔らかい。ちょんちょんって。ちょんちょんって。ピュン。あ、こんなにさ落ちてる。ここに入れとく。すごい。人のお子さんと比べてじゃなくて、自分の子が今何を従ってんだろう、何に興味持ってんだろうっていうのを、よく見ててほしいんですね。大人から見るとね、そんなもんっていうものもいっぱい見つけてきたりするんですよ。これ何楽しいんだろうって思うこともあるわけ、穴掘ってるだけとかね。だけど今日ママやパパにお子さんの目線に下がってって話をしたじゃないですか。夢中になってる時には目の色変わってるんだよね。だからパパとママにとって、なんかもう早く次行きたいとか、今下向いてるから子供がつまらないんじゃないかっていう感覚と、お子さんがギュッと入り込んでるタイミングっていうのがあるので、それをね、逃さないでほしいんですね。それにはね、下にちっちゃくなって、お子さんの顔を見ててほしいんです。必ずね、ねえねえって振り向くから。振り向いた時に、パパやのママの顔がここにあると、おーって、自分のやってたのをパパとママ見ててくれるんだって、嬉しい。それが、もうちょっとやっちゃおうかなとかね、他にもやっちゃおうかなっていう、自分でやれる力に、徐々に徐々に育っていくので、顔見ててあげてくださいね。